折り紙で作るスノーポールの壁飾りの作り方を紹介していきます。では早速作っていきます。まずはですね、花びらの方から作っていきます。まずはこちらの白い折り紙を縦半分に切りまして、切りましたら今度はこの紙をさらに半分にカットします。カットしましたらこのうちの6枚を使用します。この切った折り紙をですね、まずは横半分に折ります。半分に折ったらさらに、表の1枚だけを表に向けて半分に折ります。折りましたらこれをひっくり返しまして、もう反対側も同様に折ります。このように4分の1サイズになります。開くとこのように蛇腹状態になってます。次に花びらの方を下書きしていきます。まず書き始めの際はこの蛇腹になっている側ですね、折れ目になっている側ではなく、下の方に定規を当てます。で、定規を当てましたら、直線を引きます。だいたい下から5ミリぐらいの幅でいいと思います。あとはこれに花びらを4つ描きます。花びらの方を4つ描きました。上の方は1センチぐらいのスペースを空けてます。なのでやや短い感じになってます。スノーポールは下の方がややぷっくりしてて、先に行くにつれてちょっと細くなるような感じになってますので、このような形にしてあります。あとはこれをハサミでカットします。はい、切りますとこのような感じになります。同様にもう1枚も、カットします。カットしましたらこれをまず貼り付けます。切り残した下の線の部分ですね、こちらの方にボンドを塗りまして、もう1枚の紙を花びら同士をずらすような感じで貼り合わせます。これで花一つ用になります。そしたらですね、残りの4枚ですね、これも同様に一つのものを作っていきます。トータルで3つになります。あと2枚も作りましたら、今度は真ん中のおしべめしべのところを作っていきます。黄色い折り紙を縦半分にカットします。カットしたら、さらに縦半分にまたカットします。さらに半分に切りましたら、今度はこの1枚の折り紙をさらに縦に折ります。縦に折って細い帯を作りましたら、またこれは今度横に半分に折ります。半分に折ったら今度はですね、この折れ目の方ですね、折れ目の方、こちらに切り込みを入れていきます。できるだけ細かめに切っていきます。だいたい1ミリ幅にしております。下の方はだいたい5ミリか8ミリぐらい残ればいいかなと思います。これをですね、端っこまでどんどん切り込みを入れていきます。最後の部分まで切り込みを入れましたら、一旦これを開きます。開いたら先ほど折ってた部分がちょっと太くなっているので、ここにも切り込みを入れます。切り込みを入れましたら、今度はこの下の部分ですね、この下の部分にボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら丸めていきます。丸めました。末端の部分がちょっと開いてしまっているので、こちらにもボンドを塗って接着します。次に先ほど作った花びらの方ですね、花びらの下の方にボンドをビーッと塗ります。塗りましたら上の切り込みの少し下ら辺に花びらの方を巻きつけていきます。巻きつけましたら下の部分をちょっと押さえてしっかりと接着させます。接着させましたら花びらの方を開いていきます。これで一輪完成しました。他のものも同様に作っていきます。残りの2つも作りましたら、今度は茎の方を作っていきます。緑の折り紙を縦半分にカットします。カットしましたら今度この3枚を裏返しまして、端の方からくるくると丸めて棒にしていきます。だいたい 3,4 ミリ幅の棒にしました。でですね、残りの2枚ですね、これも同様に棒状にします。
残りの2枚を同様に棒にしましたら、今度は1枚の、まあ、最後の残りの1枚ですね、これで葉っぱを作っていきます。まずはこの紙をですね、横半分にカットします。カットしましたら、カットした1枚の紙を半分に、横半分に折りまして、でさらにこれを縦半分に折ります。まあ、このようにして細長い帯のようなものを一旦作ります。葉っぱの下書きをしていくのですが、書き始める際にはですね、こちらの方、折れ目側が中心になりますので、そこを気をつけながら書いていってください。このような感じで下書きをしました。あとはこれをハサミで切ります。下書きをした部分を切りました。はい、このような形になっております。切りましたら残りの方も切っていくのですが、ちょっとこれだと4枚しかできないので、まあ、少なければさらに、追加して葉っぱの方を作ってください。葉っぱの方を作りました。トータルでですね、8枚作ってます。で、葉っぱができましたら、今度はこちらの紙で、台の方を作っていきます。この3枚の折り紙を3分の1サイズでカットします。3枚の折り紙を3分の1のものと、まあ、3分の2のものでこのように切りました。そしたらこちらの3分の2のサイズのやつですね、これを2枚使いまして、この2枚の折り紙を端の部分から一旦裏返しまして、端の部分からくるくると丸めて棒状にしていきます。だいたい5ミリほどのやや太めで丸めました。そしたらですね、もう1枚も同様に丸めます。もう1本も同様に丸めました。丸めましたら、今度はこの2本をですね、手で軽く、潰してしまいます。全体的に、軽く潰します。まあ、ちょっと平べったくなるような感じになりますね。で、手でギューと潰さないようにご注意ください。そちら今度はですね、3分の1に切った紙の方を、用意します。先ほどの棒をある程度の幅に広げまして、で、その上にですね、紙の方を置いています。この時に棒が真ん中になりすぎたり、外になりすぎないように注意してください。そして上に置いた紙とはちょっと横にずらしながら、このように置いてみます。そして下の紙も同様に上とずらして置いてみます。紙と紙とのスペースと、横のずらし具合の方を、ここで一旦確認してみてください。もしもですね、真ん中の方がちょっと、弱いなと思いましたら、残りの1枚の紙がありますので、こちらを丸めて、で、真ん中の方に置くようにしてください。まあ、今回もですね、こちら余りましたんで、真ん中の方に棒を置いてみたいと思います。もう1本追加で作成しました。真ん中に置きます。あとは紙の方を貼り付けていきます。まず3分の1に切った紙を裏返した状態で置いていきます。次に真ん中に置く棒ですね、このような感じですね。この重なる部分にボンドを塗っていきます。真ん中に1本貼りましたら、同様の工程で残りの2本も貼ります。残りの2本も同様に貼りました。上の部分はですね、ここでピン止めをしたりテープで貼り付けて、これを飾るように残すのもいいかと思いますので、ここはご自由に、残しておいてください。不要であればハサミで切ってください。で、裏返しますと、まあ、このような感じになります。あとはこれに花や葉っぱなどを貼り付けていきます。まずは花の方をどこに、貼るのかを決めてください。決めましたら、茎の方をですね、これだとちょっとまっすぐすぎるので、手でちょっと、曲げてしまいます。やや潰しながら曲げてしまいます。まあ、このような感じですね。残りの2本も同様に曲げます。残りの2本も曲げましたら、今度はこの茎をですね、茎の走り出しの部分を、まあ、下の部分ですね、決めまして、で、それを、まあ、どのようなルートで花に結びつけるかを決めて考えてください。まあ、今回は茎の方はこのような形で貼り付けたいと思います。だいたい決まりましたら、もう花の方を貼り付けてしまいます。裏の方にボンドを塗りまして、これを先ほど決めた場所に貼り付けます。他の2つも貼り付けます。花の方を貼り付けたら、今度は茎の方を貼っていきます。
茎についても接する部分ですね、その部分にボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら貼り付けます。他のものも同様に貼っていきます。茎の方を貼り付けましたら、今度はその茎の余分な部分を切ってしまいます。余分の部分を切りましたら、今度は葉っぱをつけていきます。葉っぱにつきましては、まず下の切り口の部分も隠したいので、その部分にボンドを塗ります。そしたらその部分に葉っぱを貼り付けます。あとはお好みの部分に葉っぱを貼り付けていってください。葉っぱを最初に貼るときに、先に茎の方にボンドを塗りましたが、貼っていくと、茎の方に塗りにくくなるので、葉っぱの方に塗って、そして貼り付けて、やりやすいやり方で、接着していってください。葉っぱの方を貼り付けましたら、今度は上のこの棒の残りの部分ですね、この上の残りの部分につきましては、同じ長さになるように切ってしまいます。はい、3箇所切りました。これでスノポロの飾りが完成しました。いかがだったでしょうか。今回はですね、縦の向きの状態で作ってみました。もちろんお好みであれば、このように横の状態でですね、色紙がこう縦になっている状態で、花の方を貼り付けてもいいかなと思います。そしてですね、上のこの残している部分に、ピンなどを使って壁に、留めるなど、もし不要であれば後ろの方で切ってしまって、でテープなどで貼り付けて飾ることができるかなと思います。それにつきましてはお好みで、やっていただければと思います。今回はですね、過去作ったのとはちょっと飾り方というか完成の形が違うようにやってみました。まあ、この先ほどのご紹介した内容でも、こちらのような形でも作ることができますので、お好みなやり方で作っていただければと思います。それでは今回はですね、スノーフォールの壁の飾りの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。